皆さん、音色色の時間です。早速授業を始めますよ。音色色は音に関わるいろいろなことを知れる音楽の授業のような番組です。 Twitter や Facebook などもやっているので、予習復習に
活用してくださいね。10月といえば衣替え。半年ぶりの冬服に袖を通し、気分をリフレッシュさせて頑張っていきましょう。最初の授業は梅雨ねぶりによる楽曲アーシュラでした。梅雨ねぶりの3人の演奏いかがでしたか？このアーシュラのミュージックビデオはどこでも音楽を楽しむというコンセプトで制作されました。3人のギターとベースが奏でる落ち着く音楽に皆さん心が癒されたのではないでしょうか。続いては特別授業です。音色色では毎回特別授業と題して音と関わるいろいろなことを紹介していきます。今回は名古屋で活動しているバンドメランコリックセブンティーンのアニメーションミュージックビデオを紹介します。メランコリックセブンティーンはライブなどで音を効果的に使った世界観あるライブをしているバンドです。このバンドの世界観をさらに深く表現したアニメーションミュージックビデオ「ほころび」が公開されました。感情とともに展開されていく音楽と力強く繊細なアニメーションとのコラボレーションをお楽しみください。長く背を伸ばす君。
して気づいていた空がやがて暗くなる時の糸ここではもう紡げないわそう告げて彼女は二度と現れないそんなの困る私メランコリックセブンティーンの楽曲とその世界観を表現したアニメーションとのコラボレーションがとっても魅力的でしたね。さて次の授業はコケチャムによる楽曲マニアックお嬢様です。膝にかけてもそのラインがいいじゃない。挨拶代わりのウィンクのその後はボタンを一つが命取れ。言葉ギラギラ秘密がバラバラなんなら脱ぎましょうか。「ほら挑めばほら」
谷は笑顔で迎え味なまでも思いつかない何でもしたいようにしたいけどできませんできませんそれが世の爪世の習い皆さん、コケチャムによる楽曲マニアックお嬢様はいかがでしたか？コケチャムは大学の音響部のメンバーで結成された男女混成バンド。さまざまなジャンルの音楽を展開し、名古屋や東京などで幅広く活動されています。メンバーみんなとても明るく心から音楽を楽しんでいるという印象を受けました。今回はカラオケ風のミュージックビデオになっているので、たくさん復習をしてぜひ一緒に歌ってみてくださいね。あ、終わりのチャイムが鳴りました。またしばらく皆さんに会えなくなってしまいますね。エンディングを歌うのは錦見綾。悩みや困ったことがあっても、朝を迎える頃には静かに波が引いていくような、困っちゃったなって、そんな自分に照れて最後には笑える感じが心地よかった。そんなエピソードをもとに作られたこの曲。駆け抜けるように過ぎていく毎日の中で、この曲を聴きながら少し立ち止まってみるのもいいかもしれませんね。では皆さん、次回の授業も遅刻しないように。歌いたい。
Yeah.